おはようございまーす。はい、土曜日が始まりました。ちょっとね、トゥマが寝てるんでね、静かめのテンションで、ちょっとむくんでますね。さあ、土曜の朝一といえば、そう、有酸素運動。寝起きは脂肪燃焼のボーナスタイムなんでね、しっかり動いていきたいと思います。この土日が絞りの勝負、レッツゴー。はい、朝有酸素で帰ってきました。すっきり。土日は気が楽なんで、なんか有酸素もね、足取りが軽いというか、いい一日になりそう。はーい、今からバーンじゃない、朝ごはん、うん、でん、オクラ、味噌汁、カスピ海ヨーグルト、イカ、いい感じや。はい、おはようございます。土曜日のなぎらです。はい、今日福岡めっちゃいい天気、めっちゃいい天気。そして土曜日の午前は今からパーソナルトレーニングが2件、お客様のね2人、トレーニング一緒にしていきます。ありがたいですね、こうやって休みの日にトレーニング一緒にしていただけるのも。全力でこのトレーニングとかね、知識はもちろんのこと、僕のエネルギーっていうのはしっかり提供して楽しい時間にしていきます。行ってきます。はい、はい、パーソナル2本割って帰ってきました。休日にね、こうしてお客さんとトレーニングできることに感謝、ありがとうございます。飯食って有酸素運動していきまーす。まあ、はい、ジム行って、整骨院行って帰ってきました。疲労困憊、心は元気。今から昨日寝落ちした分の映画を見ます。何だったっけ名前。マスカレードホテルらしいです。が、はい、マスカレードホテルね。僕は疲れてたのか、また寝ちゃいました。見てませんどうだった妻。普通眠いもんは眠い。さあ、そういうのはさておき、まだね、ちょっと運動量増やしていきたいんで、今からジムをはしごしていきます。ミニタイム行って筋トレしてて、移動中がね、また有酸素運動になるんで、ね、そこでうまい具合にはしごして、ダブルミニタイムで今日はね、運動終了しようと思いますよ。ということで、またまた行ってきます。うーし、はい、エニタイムに2軒行って筋トレしっかりして、で、うん、戻ってきた感じですね。で、そっからお風呂入ってゆっくりして、今、そして私は眠りにつく。おやすみ。おはようございます。日曜日です。しゃあ、顔洗ってもろもろね、準備して、朝一行くところといえばジム。ジム。朝一は脂肪燃焼のボーナスタイム。土日でサラリーマン絞らないといけないね、今日もね。レッツゴー、行ってきまーす。うん、有酸素行ってきました。福岡はね、今日も雨なんですよ。今週はね、天気が大崩れ。これね、我が家のベランダなんですけど、見えるかなこれ、見えないなこれ、普通に雨。まあ、関係ないんですよね。はい、朝ごはんです。今日は朝ごはんっぽくないですか。はい、ありがとうございます。日曜日のなぎらです、よろしくお願いします。はい、お客様へのフィードバックが終わりまして、今日は今からパーソナルが一件、元気よく行ってきます。はい、おです。はい、午前はパーソナルして、で、そこからの暗闇サイクリングの体験に行ってきました。で、休憩して疲れとって、今日またエニタイム遠征行ってきます。
はい、ね、土日、まあ、コンテスト1週間前っていうのもあってほとんど体作りに徹した土日だったです。土日の午前はお客さんとパーソナルもできてすごいいい時間をね提供できたと思ってるんで、そういう副業もねしっかりと力入れてできたのは良かったと思います。あとね1週間なんでなんとか耐え抜いて成果を出したいなと思っております。うん、で終わったらそうね、妻と美味しいご飯を食べに行きたい。ちょっとそれをイメージしながら明日からも頑張っていこうと思います。今からはちょっとね遠くのエニタイムに来てたんで駅に戻って日焼けして家帰ってきます。曇りになるって言ってたのにね、うん、はい、お疲れ様です。動画の取り込みが全然終わりません。ストレス。そして3日前ぐらいから超便秘です。原料末期になるとねめっちゃ便秘になるんですよ僕って。ことでドン・キホーテに便秘薬買ってきます。 GO! 便秘には行楽。深夜にドン・キ行ってきました。お腹が張りすぎて寝れん。便秘ってこんな辛いですね。行楽もね普通の人の2倍ぐらい飲みました。大丈夫かな大丈夫かな。まあ今からね寝て効果に行きたいってな感じです。頼むぜ行楽、頼むぜ。